リーチジャパンか。まだ少し呼び慣れませんな。私もです。ですが清流会をここまで堂々と NPO 法人化して世間の歓迎ムードを作り上げてしまうとは。いや、新たな会長の手腕には恐れ入りました。何、我々の未来のためだ。いやいや、これはおいそれとできることじゃありませんよ。防台砲でうちらもう目つけられない程度に細々やるか地下に潜るかくらいしかなかった。なのに実質お国のお墨付きをいただいちまうとは、これはまさに第三の選択肢だ。そもそも我々極道ってもんは戦後の混乱期から影に日向にお上と協力してこの日本を守ってきたんです。今回の件はその現代版、いやこれこそ本来のヤクザの在り方というべきだ。そうそう、極道が世の中に必要な存在だってことがやっと認識されるかもしれませんな。まさに必要悪ってやつだ。ああ、これから俺たちは国の中枢に堂々と食い込んでその地位を確たるものにしていく。ヤクザの未来はかつてなく明るいぞ。これまでのどんな時代よりな。ああ、そのためにもお前らにはこれからも尽力してもらいたい。よろしく頼むぞ。今日はこれまでにしよう。みな、お疲れさん。それはもうやめろって言ったろ。失礼しました。改めてお疲れ様でした。楢崎、ちょっと残れるか。はい。新体制の人事についてちょっとな。本当ならこういうのいかにもヤクザっぽくて嫌いなんですけど、憎しみをぶつけるツールとしては割と最適なんですよね。手軽だし相手は苦しむし。ヤクザの未来、そんなものがあるわけないだろう。ゴミはゴミとして粛々と処分されていくんだ。その仕組みを作ってやったことが分かってないんだから困ったもんですねえ、沢城さん。エビナ、あんたにも見届けてほしかったですな、ヤクザの正しい未来を。さて、事件から1週間が経とうとしていますが、改めて清流会の東京支部を襲撃したのは何者なんでしょうか。まずですね、この事件の背景にはヤクザ社会の歴史的な大転換があるんです。数年前、東条会と近江連合というヤクザの二大巨頭ともいえる組織があったんですが、これが同時に解散しました。ヤクザの世界では大解散と呼ばれるまさに大事件でして、
その後に残ったヤクザの中で最大規模を誇るのが青龍会。今回襲撃を受けたとされる組織なんです。なるほど。そして今その青龍会が自ら旗振り役となって日本に残存するヤクザ組織を解散させようとしているんです。それは確かに歴史的な転換点と言えますね。でもそんなことが可能なんでしょうか？おっしゃる通りで、ちょっと現実離れした話にも聞こえますね。ですがこの計画実現の第一歩として、先日青龍会は解散届を正式に警察へ提出しています。ヤクザ解散の旗振り役が率先してまずは解散に踏み切ったと？はい。そして青龍会は元組員たちを責任持って社会復帰させるため、ハワイのボランティア団体と提携した職業支援プログラムを実施しようとしています。これを政府と協力して進めるため、解散後 NPO 法人を立ち上げました。さすがに国もヤクザと堂々と協力関係を結ぶわけにはいきませんから、これはある種の方便ではあるものの、青龍会が本気であることも示していると思います。実際に解散しているわけですからね。青龍会の動きに全国のヤクザ組織も追随していくのではないかと見られていまして、この動きは第二次大解散と呼ばれています。これを心よく思わない一部の勢力がいるということなんですね。ここでようやく今回の襲撃事件につながってくるわけなんです。ではその犯行勢力が今回の襲撃犯だということでしょうか？関係者の中ではその可能性が強いと見られています。というのもですね、今写真に写っているこの桐生と呼ばれていた人物、彼がヤクザ解体の流れに抵抗する勢力の中心人物と見られているからなんです。それはどういった人物なんでしょうか？先ほど申し上げた東条会、日本の二大ヤクザ組織だった組ですね。これの元会長なんです。つまりヤクザ社会の超大物です。この桐生氏が大解散の流れの真逆、つまりヤクザの復興を図っていると噂されているんです。なるほど。この桐生氏がかつて浜の英雄として一躍有名になった春日一番氏とつながりがあるとの情報もあります。春日氏は社会復帰と偽って元暴力団員に窃盗を強要するなどの疑惑が持たれた人物です。この春日という人物も元東条会の構成員なんです。なので桐生氏の指揮下で動いている可能性は非常に高いですね。ですから今回の襲撃事件というのは、ヤクザという古い体制を破壊して新たな在り方を模索しようとする青龍会と、ヤクザを復興して既得権益を独占しようとする桐生一馬氏、その新旧の思想の対立と言えますね。なるほど、ありがとうございます。襲撃後行方をくらました犯人たち、不安に怯える市民も多い中、一刻も早い犯人の発見が求められています。見張りからの連絡だ。とりあえずはまだ感づかれてる様子はなさそうだぜ。ご迷惑をおかけしてすみません、村長。人目を避けられる場所がここしか思い浮かばなくって。女子供を追い返すほど腐っちゃいに。それにしてもお前がここに戻ってきちまうとはな。それも大勢連れてきやがって。申し訳ありません、村長。お世話になります。世間じゃあんたは凶悪犯って触れ込みだ。確かにおっかねえ顔してやがるけどよ、俺は自分で見て感じたことしか信用しねえたちでな。あんたはそんな悪さができる男じゃねえ。
ほんと、顔はおっかねえけどな。二度言わってくださいよ。ありがとうございます。村長の恩義必ずお返しします。ま、しばらくはおとなしくしておけ。また見に来る。村長のおかげで助かった。すまなかったな、カスカ。いえ、無事って言っていいのかあれですけど、こんだけ世間の目を引いてる中で落ち合えたのはラッキーでした。そうだな。だがここで隠れ続けるわけにはいかない。海老名の動きは早い。ネレトの廃棄物処理計画が稼働すれば多くの清流会の連中が利用される。そうなる前にこっちから手を打つしかない。ええ。海老名だ。ご無沙汰してます、春日さん。久々の日本はどうです？日本？なんで俺が日本にいると思うんだ？さすがに引っかかりませんか。でも無駄ですよ。ドワイトの部下から春日さんが日本に渡ったことは報告を受けています。ブライスとはビジネスパートナーなもので、大方桐生さんもご一緒でしょう。桐生さん、何のこって何のようだ、海老名。桐生さん。いい、春日、俺らが合流してることくらい海老名の想定の範囲だ。そういうことです。それより嬉しい報告がありましてね。私どもの極道社会復帰プログラムなんですが、昨日政府から正式にゴーサインが出ました。そりゃおめでとうさ。なんだ、わざわざそんなことを言いに電話したのか。ええ、喜びは分かち合いたいタイプなもので。はっ、そうかい。あとついでにもう一つお伝えしておくことがありまして。あ？ネズミを一匹捕まえましてね。それはそれはでかいネズミだったんで、春日さんにもお見せしたくて。頭。私が彼の裏切りに気づいていないとでも思いましたか？全部知った上で計画が軌道に乗るまで泳がせていただけですよ。実際沢城さんには全国の極道連中をまとめ上げるのに随分活躍してもらいました。沢城、どうするつもりだ。やはりお前の目的はヤクザへの復讐なのか。わざわざこんな見せしめみたいな真似までしやがって。復讐。さてどうでしょう。これをお見せしたのはあなた方を釣る餌になると思いましてね。こういうのは見捨てられないんでしょう。あんたらみたいな人種は。俺のことは構わぬ。ああ失礼。明日22時ミレニアムタワーの最上階にお越しください。もちろん来なければこのネズミが死ぬことになります。では人質で釣ってきたか。俺たちを探しあぐねてる証拠だね。ああ、計画の真相を知ってるのはもはや俺たちだけだろうからな。人質に取るくらいだ。お前と縁のあるやつなんだろ、沢城ってのは。ならお前が行かねえわけがねえ。なーに、こんだけ手だれが揃ってりゃなんとかなるだろう。いや、
どうも海老名ばかりにかまけているわけにはいかなそうだ。先ほど元青龍会現 NPO 法人ブリーチジャパンの掲げる社会復帰プログラムを日本政府が正式に承認すると発表されました。政府とブリーチジャパンは以前から水面下で調整を進めていたと思われます。発表に先立ち元青龍会組員を乗せた大型客船は先週に日本を出発、本日未明にホノルルシティの港に到着しました。現地ではハワイ州知事と当プログラムの現地協力団体パレカナ代表ブライス・フェアチャイルド氏がブリーチジャパンの副代表三田村英二氏を歓迎しました。あの野郎、第一波がもうハワイに。船は明日にもプログラムの現場となるネレ島に出発する見通しとのことです。ハワイの方も明日には組員を乗せた船が島に向かう。一度島に送られてしまえばハワイ州も日本政府も彼らのその後なんて気にもしない。厄介者が片付いたとしか考えないだろう。そんであとはブライスの奴隷として死ぬまで核処理施設で酷使される。胸くそ悪い。日本もハワイも待ったなしの状況ってことね。どうする？二手に分かれよう。危険だが、どっちかをほっとくってわけにはいかねえ。カスカ、海老名は俺にけじめをつけさせてくれねえか。お前はハワイでブライスを止めてくれ。何かあったんですか？少し二人で話したい。あくまで憶測だが、海老名の出生についてだ。海老名も？向こうで話そう。先に行ってる。俺と海老名が兄弟？大吾の話が事実なら、お前たちは異母兄弟ということになる。お前が荒川の子かどうかもはっきりしていない上での話だが、親が黒と言うなら白いもんでも子は黒と言わなきゃいけない。それがヤクザの掟だ。海老名はこのくだらねえ掟のせいで道を外しちまった。俺はそう思ってる。ああ、氷川興産の組長、つまり海老名の祖父はてめえの娘と荒川に婚姻を迫った。二人の気持ちなんて考えもせずにな。そして茜さんとの愛を貫こうとした荒川を茜さんもろとも始末しようとした。氷川は何に怒ったか。娘に恥をかかされたことか。そうじゃ、自分が黒と言ったものに荒川は白と言った。たったそれだけのことが氷川には許せなかった。海老名は父親もおらず、母親は早くして亡くし、ヤクザの子として過酷すぎる人生を歩まざるを得なくなった。これは何も特別な話じゃない。似たような悲惨な話はこの目で何度も見てきた。そういう古いヤクザの在り方を俺には変えるチャンスがあったんだ。東城会四代目としてな。だが俺はその道を選ばなかった。
桐生さんが責任を取るってんですか。海老名の人生を巻き戻せるわけじゃねえ。今更責任なんて取れるもんじゃねえことは分かってる。だがこのままあいつが道を外し続けて二度と引き返せないところまで行っちまうのはせめて止めてやりたい。それが古いヤクザを生きちまった俺なりのけじめのつけ方だと思っている。だからカスカ、お前はその後を頼む。どんな時代にだって世間の枠組みからどうしても外れちまう奴らは出てくる。俺たちみたいにな。そいつらが自分は生きてていいんだって思える場所をお前が作ってやってくれねえか。俺はヤクザの過去を引き受ける。お前にはヤクザの未来を頼む。よ、勝手言いやがる。とんでもねえ宿題背負わせるじゃねえか。でも引き受けますよ桐生さん。俺がハロワで働こうって思い立ったのも多分どこかで似たようなものを目指してたからだと思うんです。ありがとうカスカ。ただ俺からも一つお願いがあります。うん。どうせあとわずかの命だ。海老名を止めるためなら自分が死んでも構わないなんて考えはなしですよ桐生さん。あんたは生きて生き抜いてから死んでください。死んで一抜けたなんて俺が許さねえ。ことが済んだら大海さんの尻拭いを手伝ってください。あんただって片足突っ込んだ当事者なんだからよ。分かった、約束する。お前に説教を食らうとはな。長く生きてりゃこういう珍しいことが起こるんですよ。この後にもきっといっぱい待ってますよ。そうか、そうかもな。ええ、そうっすよ。なら俺からも一つ説教しておくか。はい。お前冴子に何言ったんだ。歴戦のキャバ嬢をあんだけ怒らせるなんて相当だぜ。いや、やっぱまだ怒ってましたか。プロポーズしたんだよな。はい。そんでこっぴどく振られました。難波と足立さんにも反省会してもらってめちゃくちゃ謝ったんですけど、もう剣もほろろで。情けねえ声出すなよ。あ、そうだ、桐生さんからも何かアドバイス。いや、桐生さん女っ気なさそうだしな。おい、今なんつった。いやいやいや、褒め言葉としてですよ。失礼なやつだな。俺にだって恋愛経験はある。え、そうなんですか。すみません、結構マジで意外でした。え、じゃあプロポーズとかしたことあります。当然だ。マジっすか。参考までになんて言ったか覚えてます。
プロポーズか。ただ好きだったって言っただけだったな。好きだった。あ、ああ、ん、バカだ、俺はとんでもねえバカ野郎だ。おい、どうした。悪い、緊急事態だ。誰だってめえ。大道寺一派か。いちいち仕事を増やしてくれるな、桐生一馬。花輪の待機指示を無視した挙句、今やちょっとした有名人だ。お前は死んだはずの人間だというのに、この状況が我々との重大な契約違反であることを分かっているのか。しかし実にいい仕事をしてくれたのも確かだ。保護対象である茜のみならず、本件のキーマンとなる少女ラニの確保、そして両名の日本への移送、強靭な精神と卓抜した戦闘能力、そして春日一番とのつながりお前以外にやり遂げられる人材はいなかっただろう。まるで俺がお前らの思い通りに動いたみたいな言い方じゃねえか。そんなことはないさ。だが結果として我々にとって好都合な状況になったのは確かだ。今お前たちが考えていることは想像に難くない。青龍会組員がネレ島に送られるのを阻止したい。そうだろう。その思いは我々も同じだ。日本政府はネレ島の廃棄物処理を認めたんじゃねえのか。勘違いしているようだが、我々は民事党とつながることで国の舵取りに関わってきた。しかし4年前、青木亮の失態により民事党は急速に支持を失い、野党に下った。つまり現政府は我々とはむしろ政敵と言っていい。要は敵の足を引っ張りてえってことか。そうすりゃまた自分たちに政権が回ってくるかもしれねえ。捉え方は自由だ。秘密裏に渡航できるようプライベートジェットを手配してある。準備が整い次第いつでもハワイに迎えるだろう。利害が一致した時は随分と協力的なんだな。高度な政治的判断と言ってもらいたい。だがお前たちに手を貸す決断に至った理由は別にある。花輪には毎日報告書の提出が義務付けられていた。普段は状況を簡潔にまとめたものだったが、ある日珍しく書簡が添えられていてな。お前たちについてだ。彼らは私利私欲に走ることなく、自らの使命に文字通り命を懸けている。敬意を払い対等に接すべき対象であり、それこそが我々の目的達成につながる道だろうとな。結果的にそれが花輪の最後の報告となったもの。あいつはめったに人を褒めなかった。感謝するんだな。プライベートジェットは明日の朝出発だ。ハワイに行くメンバーはしっかりと準備しておくことだな。この国の未来、俺たちいつの間にかすげえものを背負い込んじまってたんですね。おじけづいたのか。まさか。トミー、アダチさん、ハンジュンギ、チェイちゃん、
もう一度俺とハワイに渡ってくれるか。ああ、とっくに腹は決めてるぜ。ナンバー、ソンヒ、サイコ、チョウ、お前たちは俺と一緒にミレニアムタワーに来てくれるか。もちろんですよ、キリュウさん。明日、全てに型をつける。今夜はしっかり影響を養ってくれ。威勢がいいな。英気を養うんならこいつがいるんじゃねえか。うひょいいんすか村長。当然貸しだ。だから生きて帰ってこい。そんできっちり払ってもらう。村長、ありがたくお言葉に甘えさせてもらいます。安心しな、お嬢ちゃんにはジュースとお菓子もあるからな。眠れねえのかね。何一番。あ、悪い、驚かせちまったか。ああ、いや大丈夫。一番こそ寝ないでいいの。ああ、緊張してるわけじゃねえんだけど、なんだか眠れなくってよ。そっか。あのよ、さっちゃん。うん、何。さっちゃん、もしもお互い無事に戻ってこられたら、俺改めてさっちゃんに言いたいことがあるんだ。その時は俺の話聞いてくれるか。ちょっと何。頼む、一生のお願い、ここで使ってもいい。いいよ、分かった。じゃあお互い生きて帰らないとね。気ぃつけてな、さっちゃん。そっちも。じゃあ、おやすみ。ああ、おやすみ。なんか寝れそうだわ。
寝れないの？日本は久しぶりだからちょっと落ち着かないのかも。ごめんなさいね、起こしちゃった？寒くない？大丈夫。ありがとうね、茜。ん？ずっと一緒にいてくれて。どういたしまして。茜はパレカナが好きなんだよね。そうね、私にとってとても大切な場所。じゃあ今度は私が茜を守るね。茜の大切な場所を私が守る。何？私にはそれができるはず。だからもう茜も安心して寝ていいんだよ。ありがとうラニ、とても嬉しい。さあもうおやすみなさい。うん、おやすみなさい。ありがとう。どこへ行くつもりだ？逃げたりしない。朝までには必ず戻る。だからお願い、私に時間をちょうだい。準備はできてるようだな。ハワイに行く者はこの車に乗れ。ご無事で。みんなのこと頼みます、キリュウさん。お前もな。またここで会おう、カズカ。キリュウさん、大丈夫かな？俺たちはこっちでやるべきことをやるだけだ。ナンバさんたちもついてんだ。大丈夫だって。だね。ブリーチジャパンの船はすでにネレトへ出航しています。我々も早く後を追いましょう。とはいえ焦りは禁物だ。しっかり準備は整えようぜ。俺たちの戦いは気流たちに託されたものでもあるんだからな。ああ、気合い入れていこうぜ。みんな、準備はいいか？
さっさと終わらせて茜さんとらには安心させてやろうぜ。お、じゃあ行こうぜ。まだ島は見えねえな。ええ、ですが進路は間違っていないはずです。どうしてよ一番、らしくもなく浮かない顔しやがって。いや、ちょっと気になってたよ。何が？ネレ島の場所はブライスにとってトップシークレットのはずだ。でもそれにしちゃ簡単に情報が割れた気がしてよ。おっしゃいますね。人工衛星をハッキングした上に衛星写真の分析までを行うのはなかなか骨が折れましたよ。ああ、絶対に不可能ってわけじゃないかもしれねえが、そう簡単な方法じゃない。それでバレるリスクってのは本来相当低いんじゃねえか。そうなんだけどよ、相手があのブライスなのが引っかかったら。もしかすると、ブライスは島の場所が最悪漏れても構わねえ算段なんじゃねえか。え、はあ、それはどういう。なんだなんだ、なんだありゃ。さっき言ってたのはこのことですか、春日さん。ああ、悪い予感が当たっちまった。どういうこと？ネレ島の場所がもしバレてもたどり着けないようになってるんじゃねえかってことだ。おい、こいつがそうだってのか。何にせよ奴を沈めないと船がやられます。ああ、こんなとこで食われるわけにはいかねえ。来るぞ。死ぬかと思った。ちょっと、覚悟はしてきたはずでしょ。いや、さすがに予想外すぎるってこんな。まったくだ、世界は広いぜ。ネレ島侵入を試みる者は奴の胃の中に収まることになっていたのですね。さすがにブライスがあいつを手なずけて俺たちに仕向けたとは思えねえ。多分何も考えずに島へ向かうと奴の縄張りに足踏み入れちまうんだと思うんだ。つまりネレ島に行くには本来島の場所ともう一つのキーが必要なんだ。お、カイロか。ああ、その二つがセットになってねえと島に行く前にくたばるトラップになってるんだ。島の場所はトラップに引っ掛けるためのむしろ蒔絵に近い。つまり我々はブライスにまんまとはめられたということで。けどそのトラップを今まさに力技でこじ開けたところでしょ。そういうこった。さあ改めて出発しようぜ。みんな、ついに来たな。ええ、波止場が見えるが、なるべく目立つのは避けてえな。ああ、忍び込んで上陸できそうなところを探そう。
その格好さ、暑くないの？これが俺らの勝負服よ。決めるべき時はこれって相場が決まってんのさ。まあルーティーンというやつです。お気になさらず。そういうこと。燃えてきたぜ。ほんと見てるだけで暑苦しいっての。まあ燃えてんのはこっちも同じだ。のどかなもんだな。観光に来たのかと勘違いしそうになるぜ。でもこの先にブライスがいる。ここが決戦の地だよ。俺たちの目的は3つ。一つはブライスをとっ捕まえて計画を中止させること。もう一つはこの島で進んでる核廃棄物処理計画の真相をつかむことだ。3つ？あと1つは何だよ。全員無事に帰ること。これが一番肝心だ。頼むぜ。春日さんらしいですね。早速来やがった。さあ行くぜみんな。おい春日、急ぐ気持ちはわかるがよ、少し慎重に進んだ方がいいんじゃないか。ああ、分かっちゃいるんだけどよ。ここが敵地であることをお忘れなく。それにここは敵にとって実に都合がいい。私が迎え撃つ側なら罠を仕掛けるか待ち伏せをするでしょうね。おいおい、こんなの進めるのかよ。半順位の予想通りか。罠と待ち伏せの二段構えとはな。ネレ島に行った信者はここで生涯を全うするっていう話だったけどさ。ええ、正しくは島から逃げ出そうとする者は始末されるってことだろうな。このトラップ俺たちのためだけにこしらえたもんじゃねえだろう。まあ、あくまでブライス体制での話だけどな。胸くそ悪い。トラップは獲物の不注意につけ込むよう配置するのがセオリーです。つまりよく見て通りゃ大丈夫ってこったな。気をつけてよ。あ、見て光が。ようやく森からおさらばできるかい。あ、止まれ。お怪我はありませんか、春日さん。助かったぜ、ハンジュンギ。ハンジュンギ！見せろ、腕やられたか。ご心配なく、地雷の傷片がかすった程度です。すまねえ、俺が油断したせいで。トラップは獲物の不注意につけ込むよう配置するのがセオリー。そういった私がまんまと油断していました。これは私のミスです。お気になさらず。さあ森を抜けたようです。先を急ぎましょう。どうしたの？おじさんたち何してるの？子供？この子も吐くってことなのか。おじさん、怪我してるの？大丈夫ですよ。あと、おじさんではなくお兄さんです。アンナ、何やってるの？アンナ、森に入っちゃダメって言ってるでしょ。お母さん、
あなたたちは？あのおじさん、怪我してるって。え？あ、さっき大きな音がしたけど、何かあったんですか？春日、どう思う？芝居にはちょっと思えねえ。俺もだ。島の中でもブライスの息がかかってない人間がいるのか。その線はなくもねえと思う。あの、怪我をされているなら手当てしないと。どうぞこちらへ。先はまだ長え。半巡儀の手当てができるならしておきて。春日さん、中長期的に見て目の前のリスクを取った方が得って判断だよ。ああ、ただ何があるかわからねえ。注意していこう。おや、ヘレナ、その方々は？わからないんだけど、森で怪我をしたみたいで。それはいかんな。ほら、小屋を使いなさい。治療用具一式あったはずだ。ありがとう。すんません、お世話になります。なに、か弱き者に救いの手を。ネレシンの教えに従っているまでです。ねえ、この人たち迷子なんだって。あの小屋だな。行こうぜ。よし、こんなもんだろう。すみません、ご面倒を。あんまり長居はしたくない。もう出るか。だな。ねえ、なんか焦げ臭くない？え？確かに。なんだ？おい、あれ！あ！あかねえ！おい、なんだって？それに、なんかやたら熱くない？くさ、開け！神聖な道に足を踏み入れる汚れた者たちよ。ネレシンの御心に従い、浄化の炎で清められんこと。リスクが勝っちまったか。ここで俺たちを焼き殺す気だ。くそ、開け。このままでは焼かれる前に窒息で全滅ですね。力貸してくれ。一斉の背で行くぞ。一斉の。一番前。愚かな。神は救済の機会を与えたのに。悪いな。神様にはあんたから謝っといてくれ。来るよ。ああ、汚れた者たちに救済を。なあ、ブライス、あんたらの教祖様はどこにいる？あそこの修練場に向かわれた。お姿を見たのはそれが最後だ。ああ、ありゃ修練場だったのか。あれ目指して動いたのは正解だったな。貴様らが言ったところで浄化されるだけのこと。大きなお世話だよ。さ、行こうぜ。待って、一番。どうした、ちーちゃん。人探しはもう一人いるでしょ。ねえ、ウォントーの息子さんはどこ？ちーちゃん。とぼけてもダメ。
ここに軟禁してるってことは知ってるから。これ以上しらを切ってさらに痛い目見たい？わかった。あんたの言う通り、あの子はここにいる。よかった。ならご案内いただけます？寝ているだけだ。自由は与えてないが、丁重には扱ってる。そうじゃなかったらぶっ飛ばしてたよ。一度見たきりだけど、この子だよね。ああ、間違いねえ。あんたらのボスとの用事を済ませたらまたここに来るからよ。それまでこの子をこれまで以上に丁重に扱っとけ。もしこの子に何かあれば。分かってんな？お手柄ですね、千歳さん。ですが、なんでご存知だったんですか？ううん、知らなかったよ。鎌かけてみただけ。なんだ、そうだったのかよ。一応根拠はあったけどね。ウォンがああなった今、ブライスなら今後の頑丈のことを考えたはず。頑丈の後継者としてこの子はうってつけって思うんじゃない？前総帥の実の息子を総帥の座に置いて、その補佐役という名目で自分の部下をあてがう。なるほど。ブライスにとっちゃ理想的な傀儡政権だな。もしくはこの子自身を洗脳するつもりだったのかも。何せよブライスにとってこの子は利用価値が高いってやつじゃない。なら一旦どこかに軟禁しておくだろうし、ここはうってつけだろうなって思っただけ。なるほどな。この子には後で辛いことを伝えないといけないけどね。ああ、今俺らにやれることはブライスを止めることだ。少しでも早くね。だね。よし、行こうぜ。目指すは修練場だ。何よこれ。こいつら仲間同士で殺し合ってるのか。聞いたことがあります。とある宗教の中には信者の信仰心を試すためにお互いを殺し合わせる儀式があると。死ねばそれまで、生き残った者も外の世界には二度と戻れず、ますます信仰への依存度を高めていくという仕組みです。えぐいな。貴様ら、そこで何をしている？ようやくお気づきかい。何やってんだお前ら。同じものを目指してきた仲間だろ。仲間は助け合うもんだろうが。それを我々の崇高な修練、外界の者には理解できまい。皆の者、教団にあだなす悪魔が現れたぞ。神への冒涜、断じて許せぬ行為だ。神に近づく修練だ。奴らを浄化せよ。悪いが俺たちは急いでるんだ。どいてもらうぜ。さっきの男の発言、ちょっと引っかかりますね。あの守護神ってやつか。ええ、こうもあっさりブライスの居場所を教えるとは。この辺りは敵の気配もなさそうだけど、それがかえって不気味よね。なんだ、地震か。火山の近くだからな。噴火でもしたか。おお、なあ、あれ。マジかよ。
また化け物かよ。どうなってんだこの島は。何を仕掛けてくるかわからねえ。用心しろよみんな。触手の動きなんかヤバくねえか。こっちを品定めしてるみてえな。ちょっと変なこと言わないでよ。さあ下まで降りるんだな。耳がキーンって仕上がる。廃棄物処理を一手に引き受けるにはそれなりの深さが必要なのでしょう。お、着いたか。ネレシンの名において貴様たちを処刑する。ま、そんなに甘かんねえわな。構えろ、来るぞ。これ全部核廃棄物ってこと？そのようです。どうやら天然の地下洞窟をそのまま利用しているようですね。管理する気なんてさらさらなさそうだな。無造作に積み上げてるだけだ。錆びてんのもあるぞ。処理場とは名ばかりのただの廃棄場だ。ここはふざけんなよ。こんなのほっといたらこの島も周りの海もやべえじゃねえか。ごきげんよう、春日さん。ブライス、お久しぶりです。ですが残念ながら歓迎はできません。この島は選ばれし伯のみが立ち入ることを許される神聖な場です。それをあなた方は土足で怪我した。それについちゃ弁明の余地もねえ。あんたをとっちめた後に教団からはいくらでも罰を受けるけど、ここで行われることを見過ごすわけにはいかねえ。それこそまっとうにパレカナを信じてる人たちのためにもな。部外者が我々の信仰を語るとは、それこそ傲慢と言うべきではありませんか。いいや、こればかりは口を挟ませてもらう。てめえは他人の信仰を利用して金と力をかすめ取ろうっつうクソ野郎だ。金と力だけじゃねえ、命もだ。ブライス、てめえは高田の仇だ。あいつが白として満足して死んだんなら文句なんて言いやしねえけどよ、あいつの死に顔はそんなんじゃなかった。てめえはあいつの信仰心を利用して捨て駒にしやがったんだ。あいつには神さんもガキもいるんだぞ。それをてめえは。おお、ご友人に伯がいらっしゃったのですね。それはそれは、しかし何とも残念です。その高田さんという方は伯に認められたというのにまだ信仰が足りなかったようだ。ん？伯ならばパレカナのために死ぬことは最高の誉れなのに、高田さんはそう感じておられなかったご様子。伯の境地からはほど遠い。パレカナ代表として嘆かわしい限りです。てめえ。トミ、分かってる。突っ走りゃしねえよ。アカネさんが命からがらハワイに逃げ延びてやっと安心して眠れるようになったのはパレカナのおかげだったんだ。だから元々のパレカナには恩義を感じてる。施設の人たちには随分と世話にもなったしな。ああ、俺も炊き出しには何度も世話になった。だからこれからてめえの手からパレカナを取り戻す。本来のパレカナの姿にな。やれやれ、やっぱりあなた方は信仰というものが分かっていない。
私が信者を利用していると言いますが、それが本来のパレカナと何が違うというのです？ネレシンなどという意もしない存在を信じて、信者にやれ功徳だの救済だのを説くことも、信者を騙していることに変わりはないのでは？いいじゃないですか。彼らは今もなおパレカナを勝手に信じて、勝手に救われて死んでいくんです。要は全て当人の問題なのです。それはある意味真理かもしれねえが、いよいよおめえをぶっ飛ばしたくなったぜ。全く同感だ。それに俺は地元愛なんて持ち出しちゃいねえつもりだったがよ、こんなもん見ちまった以上なおさらてめえはほっとけねえ。ふん、つくづくわからねえ。なんでてめえみてえなのがパレカナのトップに立てたんだ。心外ですね。これでも私はかつての代表に後継者と目されていたんですよ。かれこれ70年ほど前にもなりますが。本当、何歳なのこいつ。当時のパレカナというのは、代表夫婦が慈善活動にそれはそれは熱心でしてね、歴代の中でも限りなく宗教色が薄い時代だったと言えるでしょう。しかし教団にはハワイが合衆国に併合される以前から永遠と積み上げてきた富があった。これに目をつけない方がおかしい。マフィアとしてはね。はっ、やっぱりてめえの根っこはそっちだったが。そっちもこっちもそんなに違いはありません。一つの心情や掟のもとに形成される絶対的な上下関係。今の説明、宗教の説明かマフィアの説明か、春日さんは区別がつきますか？そういうのを詭弁つんで。そうかもしれません。しかし実際のところ、私のパレカナ侵入は実にスムーズに進んだ。勝手知ったるものでしたよ。そういう組織での身の振り方はよく心得ていましたからね。教団内で信用を積み上げ、次期代表と目されるまでに時間こそかかりましたが、ことは思惑通りに進みました。そこまでしたのは、そんなにパレカナの金が魅力的だったってのか？金はあくまでオプションです。私の狙いは最初から一つ、ここ聖地ネレ島の存在ですよ。はあ、太平洋のただ中にあり、外界から物理的に遮断された空間、さらにはパレカナという宗教団体が所有することで法的にも外部からの機密性が保たれている巨大な空間。この島は世界中探してもこれ以上ない理想的なブラックボックスなのです。あんた、それでこの島を核廃棄物の廃棄場に。それはこの島の活用法の序の口に過ぎません。この世界には世間の目から隠したいもの、遠ざけたいものがいくらでも存在します。それは国の中枢に近づけば近づくほど多く濃くなっていく。物であれ、人であれ、情報であれ、何であれです。
それら世界中の厄介なゴミをこの島があれば引き受けられるのです。あんたはそのしのぎを海老名に教えてやったんだったな。よくご存知で、ビジネスパートナーとして海老名さんにもそれなりの餌を与える必要がありますから。そうして世界各国の中枢と秘密を共有することで、私は彼らと分かち難いつながりを手に入れる。要は弱みを握るってことだろうが、かっこつけた言い方しやがってそうなった暁にはハワイ裏社会のオーナーなどという呼び名すらさまつだ。私は世界にあまねく影響力を持つ、それこそ神に近い存在になると思いませんか。古代妄想もここまで来ると大したもんだよと、まあネレ島の価値がこれでお分かりいただけましたか。ですが、このことをまるで理解していない愚か者がいましてね。はあ？私が教団に侵入した時の先代代表ですよ。教団内で地位を上げ、私の次期代表はほぼ確実という頃、慈善活動に熱心な彼がとんでもないことを言い出しましてね。あ？ネレ島を売却し、得た資金をボランティアに充てるというのです。なんという愚かな考えだ。しかも売却の話は順調に進んでしまった。私は穏便に代表の座を譲り受けるつもりだった。しかし島が売却されてしまっては元も子もない。だから少々手荒な手段で教団をいただくことにしたんです。あれは実に痛ましい出来事でした。ですがきっと彼らの魂はネレ神が救済してくれているでしょう。そうやって他人を見下して利用してるつもりだろうけどな。はめられてたのはお前だったんだろう。だから偽物の代表の証なんて掴まされた。 But dear, I did want to talk about Bryce. てめえのうさんくささなんてとっくに見抜かれてたんだ。だからこそ先代の代表さんは遺書を残した。てめえの代表就任を認めないって内容のな。上っ面だけのてめえにはお似合いのアクセサリーだ。そんでラリなんて小さい子一人の始末に躍起になってんだからよ。さっきてめえが神様になるとか言ってたが、はっ、ちんけな神様もいたもんだ。念には念をですよ。別に彼女を放っておいてもよかった。現に私がこうして全て包み隠さず話しても忠誠を誓う私の信者を大量に手に入れた。違うな。てめえは嘘がいつバレるか内心ハラハラだったんだろ。だからハワイ中のギャングを総動員するなんて大げさな真似をしたんだ。そしてそれが結果的にてめえを追い詰めた。ブライス、てめえはてめえ自身でボロを出したんだよ。そいつを引き出したのは何十年も前に真っ当にパレカナをやってた優しい人たちと、それにラニを必死で守ったアカネさんだ。話はここまでとしましょうか。
これ以上あなたたちがこの神聖な場にいることはネレ神が許しません。はあ、これ以上は言葉の無駄です。ぶん殴って黙らせましょう。賛成だ。だな。行くぜ、ブライス。あなたたちにネレ神の罰と救済を。私の可愛い子供たちよ、今こそ聖戦の時です。終わりだぜブライス。この処理場なんてお世辞にも言えねえゴミ捨て場の実情を政権に公表させてもらう。その程度でこの計画が頓挫するとでも思っているのか。はあ？このビジネスは世界各国の核廃棄物を排出する国々との提携で成り立っている。ここでの不祥事はすなわち各国政府の失態だ。そんなことを連中が許すはずがないだろう。こう言えばわかるか。私には各国政府という強大なケツ持ちがいるということだ。なんだよ、ここまで来て無駄骨だってのか。お会いに行く様だけど、そのケツ持ちの一つが裏切るみたいよ。え？ちいちゃん。はい、皆さんどうもこんにちは。あ、いや、日本は今こんばんはかな。ゲリラ配信失礼します。タタラチャンネルです。ぜひゲリラやってるぞって周りに拡散してくださいね。見えてますか皆さん、このドラム缶の山。実は今私ハワイにいるんです。しかも今話題のブリーチジャパンによる核廃棄物処理プロジェクト、そのまさに処理場ど真ん中に来ているんです。聞こえなかったのか。ネットで拡散しようが、こちらのバッグにはそれをもみ消すだけの力がある。確かブリーチジャパンの海老名氏の話によると、廃棄処理は元ヤクザさんを雇用して厳重な安全管理のもと行われるって話でしたよね。でも皆さん、これ見てどう思います？ここほとんど天然の洞窟そのまんまで、地表からもそう深くないんですよ。そんなところに核のゴミを詰め込んだドラム缶がこんな野ざらしにされてるんです。しかもあそこにいるのはほら、皆さんニュース見ました？ハワイ側でプロジェクトを協力するボランティア団体パレカナでしたっけ。あれの代表さんじゃないですか。ブライスさんですよね。あなたがここにいるってことが、ここがハワイの処理施設だってことの証拠だと思うんですけど、この状況どう説明するんですか。沈黙は金なり。よく心得てらっしゃる。では
別の方からコメントいただきましょうか。何？もしもし、聞こえますか？はい、聞こえます。誰だ？よかった。ではお名前伺えますでしょうか？私、富士宮和成と申します。富士宮グループの会長を務めております。な、富士宮ってじいちゃんの？なんとなんと、富士宮グループの会長さん、日本経済界の超大物じゃないですか。わざわざご出演いただきありがとうございます。そんな富士宮さんにご出演いただいたのは他でもありません。ブリーチジャパンの核処理プロジェクトに富士宮グループも参加しているからなんです。そうですよね？はい、当グループ参加の富士宮海運はこのプロジェクトにおける廃棄物の海運部分を担っています。なるほど。では富士宮さん、今ご覧になっているこの光景についてはどのようにお考えですか？信じがたいというのが率直な感想ですが、事実であれば関係各所へしかるべき対応を行います。本件の重要な関係者として富士宮さんご自身の責任も問われるかと思いますか？おい、ちいちゃん。それは当然のことです。私自身もしかるべき処分を受けるつもりです。その言葉に嘘はありませんか？無論です。ありがとうございます。ブライスさん、富士宮グループ会長さんはこうおっしゃってますよ。これだけの大物がこう明言されてはうやむやにするのは難しいと思いますよ。ぐっ、千歳のやつ、なんつうやり方でブライスを追い込みやがった。自爆みてえなもんじゃねえか。私も少しは役に立たなきゃね。日本を立つ前の夜、実家に帰ったの。そこで全部これまでのことを打ち明けて、こんなことに加担してまでお金儲けしたいのかって大喧嘩。そんで今に至るってわけ。ちいちゃん。そんな顔しないでよ。もう一つやらなきゃいけないことが残ってるんだから。は？うん、映ってるね。おい、ちいちゃん。今日のゲリラ配信ではもう一つ大事なことをお伝えしたいと思います。それはこのチャンネルの行ってきた罪についてです。タタラチャンネルは、私、富士宮千歳は数年前から一部の方々を対象に事実とは異なる映像をでっち上げ、意図的な印象操作を行ってきました。私自身が素性を暴露されることを脅されてのことですが、それによってやったことが正当化されるとは思いません。この場をお借りして皆さんと多大なご迷惑をおかけした方々にお詫びいたします。本当に申し訳ありませんでした。ありがとうね、一番。一番があの時家出しようって言ってくれたから、逃げてもいいんだって言ってくれたから、私は自分の人生と向き合う覚悟ができた。私はもう逃げない。家のことからも
自分のことからも。すげえな、じいちゃんは。でしょ。ブライス、これでてめえも終わりだ。今さらジタバタすんじゃねえぞ。バカが。ん？バカがと言ったんだ。貴様らはこれでいいことをしたつもりか。逆だ。この計画は世界中から求められていたことなのだ。もちろん日本からもだ。核のゴミという厄介者を世界中から引き取り葬り去る。この偏僻な島一つを犠牲にしてな。誰もが心の奥では願っていたことを私が叶えてやったのだ。必要悪としてな。勝手抜かすなこの野郎。計画が頓挫して行き詰まるのは私じゃない。原発の恩恵に預かっておきながらそのリスクは背負わない身勝手なお前ら全てだ。これから先私という必要悪がいなくなった世界でお前たちがこの現実とどう向き合うのか見ものだよ。心配すんなプライス、人間はそんなヤワじゃねえ。どんなしんどい状況でもその中でなんとかやってくもんさ。どうだかな。私は空の上から、いやこの地の底から見物させてもらおう。あっ、てめえに死なれちゃ困るんだよ。何のつもりだ。この汚れた地の底に沈まれたら簡単に死体を引き上げることすらできねえ。このドラム缶すべて引き上げるまで死んだお前に睨まれてたら気分悪いだろうが。きっと俺はな、約束しちまったんだよ。死んでちゃんちゃんなんてな認めねえ。てめえみてえなクズをかっこよく死なせるわけにはいかねえんだよ、こんなボケが。一番、一番。終わりだ、ブライス・フェアチャイルド。千歳のおかげでもうお前に逃げ場はねえ。俺がきっちり警察に突き出してやるよ。俺たちの仕事は終わったな、カズガ。いや、まだ終わりじゃねえ。